くださいますようよろしくお願いいたします。さてこちらで松原大田区長より皆様へご挨拶申し上げます。松原大田区長どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんばんは。十分お楽しみいただけたでしょうか。ね、本当に素晴らしい演奏でございました。回を重ねて19回ということでございまして、お天気と雨の日は10勝9敗とお話を聞きました。でも勝ってますので、でもですね、本当に池のほとりで聴くそういう音楽も素晴らしいんですが、皆さん方200名に及ぶ皆さん方が素晴らしい力を心を一つにして演奏してくださいました。私いつも感心するんですが、聴き手の皆さん方の方も大変素晴らしい方で、本当に物音を一つしないで耳を澄まして聴いていただきます。おそらく皆さん方は演奏を聴く中においていろんなことも考えながら聴いていただいているというふうに思います。しかしこの皆さん方が毎年ここを楽しみにして来てくれています。大変嬉しいことだなというふうに思います。先ほどクール大田区の大使の方が紹介なされているんですが、今年は19名の方で大田区のことをいろんな形でイベントに出てもらって、お国やお友達に情報を発信してくれています。どこにしまして40人になりました。こういうことをやっているのは大田区だけでございます。そしてまた被災地の形ということで東松島市の方が来てくれてました。先だって音楽祭をやらさせていただいて、市長さんがお見えになりまして、私も お話をしました。本当に市長さんはじめ東松島市の支援市民の方々は大田区のことを本当に神様みたいに思って感謝していただいてます。こういう心の絆というのは素晴らしいなというふうに思います。私たちはいろんな人と出会っていきます。その中で忘れていけないのはやっぱり心のつながりだというふうに思います。専属池で行われます新章の響き、まさに忍べという福原先生をはじめてですね、皆さん方が素晴らしい演奏をすることによって、心の本当に素晴らしいつながり絆ができているというふうに思っております。大田区といたしましてもますます来年は20回ということでございまして、まさに成人を迎えます。そういった意味では心の絆のあふれるそういうオタクを皆さんと一緒に作ってまいりたいというふうに思います。今までご演奏をなされた皆さん方に心から感謝を申し上げ、このいうふうなお天気ですが、こんなにもたくさん駆けつけてくださった皆さん方に心から感謝と御礼を申し上げてご挨拶に返させていただきます。本日は皆さん本当にありがとうございました。松原区長ありがとうございました。それではここで今宵素晴らしい演奏をお聴かせいただきました皆様を改めてご紹介申し上げます。
これをもちまして第19回春賞の響きは全公演を終了させていただきます。本日出口が大変混み合いますので、これより規制退場とさせていただきます。お急ぎのところ大変恐縮ですが、係員がご案内いたしますまで今しばらくお待ちください。ご協力のほどよろしくお願いいたします。本日はご来場賜り誠にありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。